はい、どうも、ちゃ。金子でございます。ということで、15回目か、16回目か、18回目か19回目ぐらいのお魚のカットさばき。本日の魚は、こちらでございます。青松ってお魚。これ、この前、奄美大島に釣りに行った時に、一緒に釣りしてた方が、これをね、釣って僕にくれたんですよね。で、これどうやって釣ったかというと、ルアーじゃなくて、こんなに大きいアジを泳がせて、釣ったんですよ。で、大体重さがこれ8キロぐらいあります。かなり大きいです。現地ではかなり高級魚として食べられてるみたいなんですよね。まず、お顔ですね。顔が、こう、なんとなく、古代魚のような、恐竜のような、そんな顔してますよね。歯はかなり、尖った歯がついてますね。小型犬ぐらいの、鋭い歯がついてます。で、かなり尖ってますね。噛まれたら余裕で指貫通でしょうね。で、こう全体的に見てみると、頭が大きい。頭の割にボディが、こう、シャープな感じがしますね。で、ヒレがとっても綺麗ですね。うん。せっかくいただきましたので、動画にしていきたいと思います。で、この黒いまな板も、事務所の方にいただいて、すごく見栄えがいいでしょう。さあ、じゃあ、おろしていきます。これサムネ。まずはこちら、鱗を落としていきます。この魚はね、鱗がかなり大きいです。この鱗かきが役に立ちますね。この、前ね、コブダイかなんかの時にやったんですけど、福袋から出たやつ。ちっちゃい鱗の魚にはあんまり使えなかったけど、こういう大きい魚にはめちゃめちゃ効果抜群。鱗が飛び散りにくいし、綺麗に取れますね。よいしょ。結果こっちの方がやりやすいな。めっちゃ疲れる。何これ、鱗がねかなり食い込んで入ってるから、めっちゃ力がいりますね。で、鱗の量が尋常じゃない。半端なく鱗ついてます。この魚大変だ。リール掴んだ。もう鱗飛び散りまくりですわ。これ見て、もう下見えんか。めちゃくちゃ飛び散ってる。まあでもいいんですよ、鱗なんてね、飛び散ってもね、後で掃除すればいいだけなんで。取れました。そしたら一度洗っていきますね。本当大きい魚は大変。頭を落としていきます。よいしょ。うわぁ。かてぇ。でもこの魚ね、血抜きがしてないから、ちょっと心配だなぁ。あ、でもそんな血は回ってねえな。また出歯が悲鳴を上げている。はい、これが青8匹の頭ですね。肝臓が大きいですね。でもこういうね、大型の魚の肝臓っていうのは、あのビタミン A が多く含んでる場合あるんで、あんまり食べない方がいいらしい。もちろん食べる場合もあるんですけど、わからない場合は食べない方がいいですよ。うん、下痢になっちゃう時があるんでね。なんで今回ちょっとやめときますね。はい、そしたらお腹も割っていきます。
おお、なんかお腹パンパンになったから、なんか入ってるのかなと思ったんですけど、空気でしたね。何にも入ってない。むしろ空腹です。アジも入っちゃったのかな。よいしょ。これが卵ですね。青八匹の卵。ちょっと割ってみますか。あ、めっちゃ粒は細かいですね。まだ未熟なんですね。もっとね、これが成熟すると大きくなるんでしょうね。よし、頭取れたんで、まな板を小さめのやつにしました。そしたらここに浮き袋ついてるんで、これ取っていきます。これ3枚におろすときに邪魔になりますんでね、これは取っていきましょう。頭と内臓取れましたと。そうしましたら、いよいよ3枚におろしていきます。いきます。下から1本。めちゃくちゃ身が分厚いですね。で、ここまでしっかりと決めます。ここをグッとね。はい、両サイド入りましたら、身を剥がしていきます。いけるかな？硬い。めちゃくちゃ硬い。硬い場合は、こういうふうに縦にして、落としていく。いきます。せーの、よいしょ。あ、綺麗な身じゃないですか。全然血回ってないよ。とっても綺麗な身ですね。全然お刺身で食べれる感じの鮮度だし。こっち側も同じように下ろしていきます。よいしょ。反転させて。ほんと大きい魚もちっちゃい魚もさばき方一緒なんですよね。むしろ大きい魚の方がさばきやすいです。手順さえしっかりとね、頭に入れて、それ通りにさばけば、もうびっくりするぐらい簡単にさばけますんで。ただこの魚は、腹骨が硬いな。よいしょ。はい、このように3枚に下ろせました。こういうね、節があるでしょ。これ関節。こう関節に包丁を当てて、ポンってやれば、ほら、簡単に包丁入ります。ね。そしたら、こう、ピッと折りまして、これ、骨の中に入ってる、コラーゲン。なんて言うんでしたっけ？骨髄って言うんでした。ゼリー状なんですよ。これも食べれるのかなぁ。そうしましたら、ね、このように3枚におろせましたと。お刺身にしていきたいと思います。腹骨をすいていきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。腹骨もさすがに太いなぁ。なんかね、複雑に入ってるなぁ、これ。うん。うお、すげぇ、大トロが美味しそうですね。お腹の身なんですけど、うん、南国系の魚っていう身質ですね。ちょっと水っぽいような、そんな身質。ここ血合い骨が入ってますので、これを除去していきます。はい、こうですね。で、今日はこちらの背中の方を食べていきます。2つに割ります。
はい、このようにおろし終わりました。そしたらこのさばきたてを切っていつものように大刺身で食べていきたいと思います。で、筋がこういう風に入っているんで、筋を切るようにこういう風に切っていきます。柔らかいけど筋がちょっと太いな。あんまり薄く切っちゃうと離れちゃう。このぐらいに切っていきます。できるだけ刺身はひと立ちで。めちゃめちゃ関数取れるじゃんこれ。意外に頭でっかちだなって思ったんですけど、意外に身が取れますね。ぶどまりのいい魚でした。はい、こんな感じ。お醤油を入れて、でここら辺の真ん中のいいところにいただきますか。わさびをちょっとつけていただきます。あ、予想通りの味でしたね。油はあるんですけど、口の中に入れた瞬間に油っていう感じの味ではないですね。噛んでるうちにね、この上品な旨味が口の中に広がって、で飲み込んだ時にその旨味だけが口の中に残りますね。で、若干なんですけど、独特な風味がある魚ですね、これは。これは好き嫌いあるかもしれない。そんなに癖は強くないんですけど、若干癖がありますね。多少ね。僕が感じたのは、ちょっと鉄っぽい、感じの風味がします。でもね、すごい美味しいですよ。脂っこくないんで、パクパクいけちゃいますね。レモンチューハイかなんかでも、カーッといきたい気分ですね。皮ついたまま、炙りとか湯引きにしても美味しいかもしれない。皮も食べてみたいなと思いました。というわけで、今日は青8匹のノーカットお魚さばきでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。